こんばんは。こんばんは。今日はヒーローの初の渋谷 X ワンマンですね。そうですね。たくさんの人が来ましたね。そうですね。ありがとうございます。もうね、ほんとね、アックスまでさ、来たらさ、もうやんなきゃなと思ってさ、まあ、ちょっとカメラがね、うろついてるでしょ、さっきから。DVD 発売決定しました。もうな、もうプレッシャーかけんなと。ダメだな、あの事務所、うちの事務所。あかんな、あれ。もう絶対歌詞間違えないでって言われて、もうほんと絶対やって。もうどうか歌詞だけは忘れないでって言われて、もう歌詞は忘れない。歌詞は忘れない。もうずっと思ってたわけよ。そしたらなんかさ、もうさ、トゥユー、トゥユー、2番ね、2番の後さ、どんな遠く離れたって、どうしてかな、今も僕のそば君がいるようで、頭でしょ？頭でしょ？歌詞は忘れないって、もうずっと思ってるわけよね。どんな歌詞は忘れない。どんな歌詞は忘れないって思ってるから、ずっと。だからもうやばいわけよ。だからもう、頭ぐれーっていうところを間違えて、なんかもう、なんか横揺れ、エビ姫のこと言って、もうサーシはでもモニオニアの、もうサーシもうテンション張りてるから、もうサーシだけ、この会場でみんな超えてんの。みんな超えてて、やっべ、やっべって言うたの方見て、ほんとごめんなさいみたいな顔してて、みんなもう、でもみんなもこうやって横揺れてしてるでしょ。で、サーシの方をパッて見たら一人だけ。この会場でサーシだけ頭つった。めっちゃ気まずかったな。ほんとわかんて、そういうの。いや、セット暑いな。ちゃんと倒れたりしたらね、助けてもらって、で、ちゃんと周りの人助けるんだよ、いいか。で、友達作ってで、だんだんツアー回るように、いいか。ほんとな、これもちょっと長くなるけどいい。さあ、びっくりしたんですけど、今日衝撃の事実を知ったんですけど、なんか昨日、真鍋から、友達から電話かかってきて、親友で、もう完全に酔っ払ってて、12時、もう俺は11時40分ぐらいにもう寝ようと思ったから、そしたら電話12時ぐらいに来て、え、もしもしって言ったら、もう完全酔ってるから、めっしゃーみたいな、もう全然何喋ってるか分かんないのね。酔っ払ってるなと思って、これ、あ、今日はダメだよ、明日ワンマンなんだよねって言ってて、あ、そうなんだ、え、じゃあ明日行かないのって言われて、ん、明日行かない、え、行く行く、むしろ来るワンマンって言って、え、明日行かないのって言われて、え、何って言ったら、俺が人生で初めて付き合った女が明日結婚式なんだって、今日マジでねって思ったんだけど、え、呼ばれたよねって言われたから、もう全然もう呼ばれてる、招待状全然来てない、もう全然来てない、もう初耳、うん、で、もうでもプライドを守るためにあれね、もうかぶっちゃったからね、行きたかったけどな、でも断っといたって言って泣きながら寝た。あ、全然全然、でもほんとちょっと、ほんとに2リットルぐらい泣いた。まあそういうこともあってもすごいな、こういう大事な時って重なるもんだなと思ってな。ドンマイって、お前の顔がドンマイ。今日一日楽しめそうか、楽しめそうか、楽しめそうか。全力で突っ走る、ついてこいよ、いいか。全員決めてこうぜ。その調子ででかい声出せよ、いいか。しっかり頭も振れよ、笑わなかった少年。映画決めようぜ。たまに見つけた時の
持ちもシュ